アイナ・ボイルはアイルランドの作曲家。ボイルはエニス・ケリーに近いブッシー・パークに生まれた。彼女は幼少期からバイオリンとチェロを学んだ。ダブリンではキッドソン博士とヒューソン博士に支持しつつ、いとこにあたる作曲家のチャールズ・ウッドとの所管のやりとりを通じて単位法、火星、作曲を学んだ。これらに加えて定期的にロンドンに赴いては、 レイフ・ボーオン・ウィリアムズの指導を仰いでいた。また、彼女はパーシーバックの下でも学んでいた。孤立していたボイルの音楽はほとんど演奏されることはなかったが、それでも彼女は没するまで作曲を続けた。彼女の作品であるザ・マジック・ハープはカーネギー賞を受賞し、1948年のロンドンオリンピックでの芸術競技に彼女が出品したラメント・フォー・ビオンは、 アイルランドに入賞をもたらした。ボイルはガンをわずらって、エニス・ケリーに没した。彼女の残した奏功は、ダブリン大学トリニティ・カレッジの図書館に保管されている。アイルランドでは2010年6月12日に、アイルランド放送協会によって、ボイルの生涯と音楽を特集したラジオ番組が放送された。ボイルは、合唱曲、パートソング、バレエ音楽を3曲。 弦楽四重奏曲を一曲、歌曲集、還元楽や、還元楽と合唱とのための競奏曲を作曲した。出典、ありがとうございます。